夏色や栄光の架け橋などヒット曲を持つ人気のフォークデュオゆずがデビュー20周年を記念して東京ドームで開催された弾き語りライブゆずのみは2日間で10万人を動員しました。そんな不動の人気を誇る2人ですが、今ファンの間であることをめぐり大きな騒動が広がっています。チケット代がとにかく高いらしいんですね。ファンの中には最初見た時は2人分かと思ったという人もいるぐらいで、なんと1枚で1万5000円なんですね。オリジナルのグッズ付きとはいえ、ここまで高額なチケットはお目にかかれません。そのチケットは来年5月から4大ドームツアーでファンクラブゆずの輪会員が先行して買い求めることができるファーストシートという席の代金です。これに対してゆずファンは、ゆずさんチケットめちゃくちゃ高い、びっくりした、ジャニーズより高いゆずのライブってどんだけすごい演出になってるんだろうね、来年のドームツアーが1万5000円ってさすがに上げすぎ、ちょっと不信感が湧いているといった意見が上がっています。これまでゆずのライブチケットはだいたい6000円から7000円で推移してきましたが、先月のドーム公演ゆずのみは8000円でした。そして来年のドームツアーではいきなり桁が増えるという高騰ぶりです。もちろんこれまでのゆずのチケットの中でも最高額。近年アーティストのチケット代が高騰していることは一部で騒がれていますが、その背景には会場使用料がかさむことやチケットの不正転売対策の一環とも言われています。正規の値段をここまで釣り上げておけば転売屋と言われる業者もなかなか手を出せないと音楽業界としては踏んでいるようです。しかし今回ファンに驚きをもたらしているのはチケット代だけではないと言います。他のアーティストのライブではもはや珍しいことではなくなってきていますが、来年のゆずドームツアーは立ってライブを見ることができない。着席指定席の導入や入場時の顔写真付きの身分証明書の提示など、今までのゆずのライブでは考えられないシステムを導入しているそうです。こうした試みも少なからず波紋を呼びそうです。いずれにしてもファンクラブ会員だけ座ることができる1万5000円のファーストシート、一時先行受付はすでに始まっていて、エンターテインメントの価値は金額ではないとはいえ、この高すぎるチケット代はファンにとってゆず愛が試される試練となるかもしれません。それにしても中高生など若いファンの経済的事情に、この高騰ぶりは、異例に見えます。結果としてファン離れを起こさないことだけを祈るばかりではあります。はい、チケット問題いろいろ問題にはなっていますが、まさかゆずがこのような高額チケット、まあしかもジャニーズより高い、そういう値段に踏み切ったことに驚きを僕自身も隠せないでいます。